関本営業所箱根登山バス関本営業所とは、箱根登山バスの営業所。大和山駅、富士フイルム、神奈川工場を中心とした南足柄市、小田原市、松田町の路線を担当している。本営業所の前身は、1921年創業の足柄自動車に遡る。戦時統合により箱根登山鉄道足柄営業所となってからも、改正町に車庫を置いていた。 また、路線についても、秦野市や、小田原駅発着の一部路線も担当していた。秦野市方面の路線を1996年に、湘南間な高バスに移管したため、本営業所の営業エリアが狭くなったことから、2000年頃に、一旦、小田原観光営業所へ統合された。同時に、改正町の車庫用地は売却されたが、大洋山駅、バスターミナル脇の送車所が、 車庫機能を果たしており、車両も常駐していた。その後、2005年には関本営業所として、正式に分離され、現在に至っている。なお2004年12月31日まで、小田急電鉄との連絡運輸を行っており、新松田駅連絡の乗車券と、小田急特急券の発行を行っていた。現在でも箱根登山バスや東海バスの案内所で、 小田急特急券の委託発売があるが、連絡乗車券の発売はない。バス、鉄道連絡運輸を目的として、当初で乗車券、特急券の発売を行っていたことは特記される。区間運転については省略する。小田原駅で特記がないものは、小田原駅東口を指す。かつては、秦の駅まで乗り入れていた B757 本営業所は、 箱根登山バスの営業所の中で唯一、箱根地区の観光路線を担当しておらず、足柄マハ公園への路線を除けば、地域輸送が主体の営業所である。このため、2008年現在の車両配置は、通常の路線車のみで、10台が配置されているが、すべて中型車である。三菱車、日野車が1台ずつ配置されている以外は、すべてイスズ車である。なお、 台数が少ないため、検査時には小田原営業所の車両が運用に入る。かつては観光シーズンには箱根方面への応援のために観光使用者の配置もあった。路線廃止のお知らせ箱根登山バス2021年3月12日。ありがとうございます。